皆さんこんにちは、トライクたかしです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではトライクに関するお役に立つ情報をお届けしますので、最後までお付き合いください。二輪に比較して三輪はそう言われると安定性が期待できる乗り物ですね。そうであるならリアが二輪のホンダジャイロ X やジャイロキャノピーはものすごい勢いでバンクしたとしても横転しないのか。フロント二輪のヤマハトリシティには独自の癖があり、初めて運転する人は注意が必要なのかという疑問が生じるのかと思います。ジャイロシリーズも運転席部分を倒しすぎれば二輪と同じように転倒します。ホンダのジャイロシリーズやヤマハのトリシティなどの三輪車を見て、三輪だから転倒しないと感じている人もいるはず。しかし転びにくいだけで倒れてしまうこともあります。三輪だから二輪よりも問題なしと過信しないことが必要不可欠です。上記で述べた三輪イコール車体が傾かないトライクを思い浮かぶ人も多いと思います。ジャイロシリーズはパーキングロックをオンにして置くことで車体は直立しますが、アンロックすると車体が傾き倒れます。トリシティシリーズは300のみスタンディング補助機能によって直立可能で、ロックを解除するとバイクは傾き、無理にバンクさせると転倒します。125と155にはスタンディングアシスト機能はありません。特にフロント二輪のトリシティはフロントフォークが4本、ホイールが2本とどこにでもあるようなバイクよりも前回りが重量があるため取り扱いには慣れが必要です。一つの例として坂道で U ターンではものすごい重さを体全体で支えなければなりません。わかりやすく言うと、あなた自身の意思とは違う向きに負担がかかるというイメージを持っていただければと思います。二輪とは異なるテクニック慣れがなくてはなりません。ジャイロシリーズはトリシティとは違いリアがヘビー、坂道での折り返しをはじめトリシティに比較して親近感が湧くはずです。ジャイロシリーズはバイクビギナーでも手間をかけることなく扱えるのが優れたところでしょう。ただし三輪とはいえ運転席部分を倒しすぎれば二輪車と同様に転倒してしまいます。特にルーフ付きで重心の高いキャノピーはトップヘビーな設計のため、シリーズの中では転倒しやすい種類であるに違いありません。キャノピーで転倒した場合、屋根と道路の間に足が挟まってしまい、自力ではバイクを起こせず逃れられなくなることも多いので気をつける必要があります。皆さんどうだったでしょうか。それでは皆さん、楽しいトライクやバイクライフを楽しんでください。トライクが魅力ある乗り物だとお伝えできればと思いますので、チャンネル登録、高評価、コメントの方もお待ちしております。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。